ドンナイパチです。本日はあっぱれの正捕手ゾエを取り上げたいと思います。完璧なホームラン、もう守備でも攻撃でも柱となっている選手。さあ先日の回の合間のエグすぎるセカンド送球チェックしてみます。さあ一発目、奥さんも思わずおたきび上げる。さあ2発目、これもえぐい。とにかくもう安定感、そして送球の高さがめちゃくちゃ低いですね、この人。これショートトークさん、思わず余韻に浸って何回もタッチしてますね。はい、いいボールです。相手のバッターも思わず称賛するという。はい、3発目、ちょっとバランス崩しても安定したそうです。素晴らしい。はい、1発目、ピッチャーは19歳の笹ですね。若いピッチャーです。さあこれもいい、全部いい。これアップして見てみますけど、取ってからすごい速い、そして足の運びもなんかスムーズですね。はい、5発目。じゃあ代わってベテランのケンさん。あ、これもいい。相手バッターもエグい言ってますね。まんま、まさにエグい。さあラスト6発目、最後まで兄貴も雄たけび上げてます。というわけで本日はゾエのエグすぎるセカンド送球を取り上げてみました。さすがあっぱれが誇る、いや私が誇るゾエですね。ということで弾丸のようなセカンド送球投げてたわけですけど、ちょっとゾエにセカンド送球のコツを電話して聞いてみたいと思います。あっぱれのちょっと試合の件で相談あるって言って、言ってあるので出てくれるはずです。いててて、ちょっと首が痛いです。あう、もしもし、お疲れ。ゾエさ、この間の風船会さんとの試合の時にえぐいさ、もう弾丸ライナーみたいなセカンド送球いっぱい投げたでしょ。あれってさ、どうやって投げるの？センスじゃもう話終わっちゃうから、ちょっとなんかコツを一つ。右足をとにかく前に前運ぶ。あとはセンス押すね、やたら。とにかく前に。OK、わかった。はい、じゃあまた日曜日よろしく。はい、はい。はい、ちょっと聞いてみたものの、ちょっと何言ってるかよくわかんなくて、センスと右足しか言ってなかったんで、今度、直接ゾエにインタビューしたいと思います。これでやつを丸裸にしてやりたいと思います。はい、ということで引き続き特産 TV コメント、いいね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。